ミュッセンブルークの肖像画、ピーテル・ファン・ミュッセンブルークは、オランダの科学者。彼は、デュースブルク、ユトレヒト、ライデンで、数学、哲学、医学、先生術の教授の地位にあった。彼は、最初のキャパシタである、ライデンビンを1746年に発明した、ことで知られている。聖の日本語表記は他に、ミュッセンブルック、ムスケンブルックなどあり一定しない。 なの、ピーターは、しばしばラテン語化された、パトルースの形で言及される。ピーテル・ファン・ミュッセンブルークは、ネーデルラント連邦共和国、ホラント州、ライデンで1692年3月14日に、生まれた。彼の父は、ヨハネス・ファン・ミュッセンブルーク、母は、マルガレータ・ファン・ストラーデン。ファン・ミュッセンブルーク家は本来フランドルの家系で、1600年頃、 ライデンに移り住んだ。彼の父は、ポンプ、顕微鏡、望遠鏡など、科学機器を作る職人であった。ピーテルは1708年まで、ラテン語学校に通い、そこでギリシア語、ラテン語、フランス語、英語、高チドイツ語、イタリア語、スペイン語を学んだ。そしてライデン大学で医学を学び、1718年に、博士号を取得した。 彼はまたロンドンで行われたジョン・デサグリエとアイザック・ニュートンの講義にも通っている。1719年には哲学の学習を終えている。1719年、彼はデュースブルクで数学及び哲学の教授となった。1721年には医学に関しても教授の職に就いた。1723年、彼はデュースブルクでの役職を去り、 ユトレヒトで教授となった。1732年、彼は先生術の教授にもなっている。ミュスセンブルークのエディメンタフィーシカは、ニュートンの考えをヨーロッパの物理学会に伝達する上で重要な役割を果たした。ライデンビン1739年、彼はライデンに戻りビレムスフラーフェさんでの役職を継いで教授となった。ライデン大学において、 ファン・ミュッセンブルークは静電気学に興味を持ち、研究を行った。当時、摩擦式機電気で一時的に電気を起こすことは可能であったが、作った電化を貯めておく手段はなかった。ミュッセンブルーク及びその弟子、アンドレアス・クナエウースは、ガラス瓶を水で満たし真鍮の棒を入れたものが、電気エネルギーを保持することを発見した。そしてエネルギーを放出するには、 ガラス瓶内部の胴体と外部の胴体をつなげるだけで良いことも見つけた。彼はこの発見を1746年1月にルネレオミュールとのレンプに教えた。ミュッセンブルークの書簡をラテン語から翻訳した人物がこの発明をライデン瓶ンと名付けた。その直後、ドイツの科学者エバルト・ゲオルク・フォンクライストが彼よりわずかに早くに 独立に同様の仕掛けを作っていたことが判明した。だが、フォンクライストは自分の発明を公表するのが遅れたのである。1754年に彼はサンクトペテルブルクの公立科学アカデミーで名誉教授となった。ファンミュッセンブルークは1761年9月19日にライデンで死去した。ありがとうございます。